combination of the two. 白石遥と河野日和のスタラジー。皆さんこんばんは、白石遥です。皆さんこんばんは、河野日和です。はい、聞いたことのないペア、聞いてみたいペアのトークを1ヶ月限定でお届けする二人喋りラジオ企画スタラジー。3月は白石遥と河野日和のお二人が担当します。やったー、始まったー、やったね、やったね。ね、このスタラジーは今年から始まった企画だそうで、1月は岩見真中ちゃんとファイルズ愛さん、2月は富田美優ちゃんと藤原夏美さんが担当されてたそうです。おー、うん、なるほど。第3弾ってことでね、第3弾お送りしますが、3月を担当する私たちは、うん、アイドルマスターシャイニーカラーズ、そしてヒーリングとプリキュアなどで共演しています。そうですね、もう、ね、うん、結構なお付き合いになりますけれども。そうですな、まあ、お仕事ではもちろん、プライベートとかでも遊んだりとかしてるので、うん、これはもう仲良しと思っていいんですよね。もちろんでございますよ。ありがとうございます。どうもどうも。なんか仲良しレベルを表現するとしたらとかいう質問とかもあるんですけど、うん、私はね、うん、100あったら、うん、5兆、ゴー、5兆ぐらい好き。なんで100あったらって言ったんだよ最初に。余裕で超えちゃうよってこと、余裕で超えちゃうよっていうぐらい好きだなって思います。私もやった。お互いの呼び方なんですけれども、うん、私は河野ひよりちゃんのことをピヨヨとかピヨって呼ばせてもらってます。私は白石遥ちゃんのことをハルスとかハルスケとか呼んでます。いや、ハルス率高くない？もうハルスとしか呼んでない、うん、だよね。もともとハルスケだったのが、なんかピヨだけハルスになってたね、うん、いつの間にか。やっぱ3文字がしっくりくるよ。作る？くる。はるか、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 はるすだから。はい、はい、まあお互いの共通点といたしましては、うん、ドットアイなんでの OB? 相手 OB? OG なんですけれどもね、なんかさ、うん、私のドットアイ切ってくれたことがあるんでしょ。だって私、生まれちゃんも見てたもん。いや、もうめちゃめちゃさ、恥ずかしくて、その最初にその話を聞いたとき、うん、そんな子がもうやっぱ一緒にお仕事をする、変だねーと思って、すごく、うん、なんか恐縮でした。私もだから初めてハルスとお仕事するときめっちゃドキドキした。ウキリエちゃんじゃんと思って。こっちのリアクションなんだね。ずっと見てたから感動しちゃったよ。いやー、ありがとう。はい、そんな私たちがこの番組を始めるにあたって目標を、うわ、決めました。発表しちゃったかのぜ。私たちの目標は肉食べたいです。揃わなかったな。まあ、ウニクっていうのは何かと言いますと、うん、お肉の上にウニが乗った、うん、ちょっと映えな食べ物でございます。そうなんです、うん、なんか肉寿司とか最近すごく気になる存在でして、うん、流行ってるしね。流行ってるよね、うん、それにさらにウニが乗ってるっていう、それを、そうなんだよ、まあ、全4回あるからさ、うん、アラジは、うん、だからその間にぜひ行きたい、行きたい、行こう、うん、お肉食べよう。プライベートの目標になっちゃった。ちゃんと食べたらご報告するので、行きます、はい、お楽しみにしていてください、はいはい、そしてこの番組のハッシュタグはふたラジです。ふたがひらがなで、ラジがカタカナです。実況する際ぜひこのハッシュタグを使ってください。お願いします。はい、それでは始めていきましょう。白石遥と河野日和のスタラジ、最後までよろしくお願いします。白石遥と河野日和のスタラジ。改めまして、白石遥です。河野日和です。ここからは二人のプロフィールを紹介したいと思います。はい、二人とも同じプロフィールシートに答えを書き込んでおります。なので質問ごとに一緒にお話ししていきましょう。いいですね。イエイ。はい、じゃあまずは、こちらの項目に行こうかなと思います。はい、最近ご機嫌になったことは。ご機嫌になったこと、うん、
まあ日々ご機嫌に生きている私ですけれども日々ご機嫌に生きている。そう、最近特にねビッグなご機嫌があったからちょっとぜひ聞いてほしい。お、なんだいなんだい。私の最近ご機嫌になったことは、うん、ポッケに500円が入ってた。うわー、すごくない、これ。うわ、これすごいでしょ。しかも500円。なんて入れたの？全く記憶にない。記憶にない。私あの小銭をね、うん、ポッケに入れちゃうのすぐ。うん、そうだからいつも歩くとチャリ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 言ってんだけど、なんか聞いたことあるな。そうなの。そう、でもねまさか今回500円だったということで、うん、コンビニでお菓子を買いました。お菓子を買いましたか。よかったね。でもなんかその自分の知らない、いや絶対自分のお金なんだけど。そうなんだよ。ポッケから見つかるとなんかラッキーだよね。もらえた気持ちになっちゃうんだね。ちなみにハルスは、ハルスはですね、あのこう低糖質ピザっていうのがございまして、うん、ちょっと話題になってた、うん、それをあ注文してみようと思って、うん、あじゃあとりあえずちょっと、まあ、朝何日間か食べるように5枚買おうと思ってポチって注文したんですよ、うん、そしたら15枚届きましたこれはどうしようって、これは今全部ハプニングじゃん一つのだけど、まあ15枚食べれるんだよ。冷凍ピザだし、ね、そうそう、結構持つから、うん、じゃあまあ、半年ぐらいに渡ってね。結構高い。食べようかなと思って。え、もう早速食べた？うん、早速食べた。どうだった？全然普通の、こう、ピザと変わりなく、うん、あ、これが低糖質ならありがたいと思って。うん、まあ、だからこそ、15枚届いたなら、まあ、いっか。まあ、それ分のお金ちゃんと払ってんだけど。確かに、確かに。代引きだったからさ、なんか、お支払いした時に、ほんと怖いなぁ。5枚分、おぉ、やぁと思って。まあ、15枚。ね、まあでもご機嫌だよね。なるほどね。結果ご機嫌だった。うん、結果良かった。じゃあ次は、はい、次の項目は、うん、子供の頃の将来の夢は？お、ズバリ私はダンサーです。おー、はーい、なんかね、5歳からかな？ダンスをね習ってたから、うん、うん、やっぱ自分はきっと踊って生きていくのだと思ってた。めっちゃすごいもん。まあ、でもハルスの踊り。ね、結果的に今、うんうん、そうやって声優さんのお仕事の中で、ダンスをさせていただく機会も多いので、うん、うん、活かせていたらいいなとは思うんだけれども。すげえ、うんうん。ダンサーだよ。ピアちゃんは？私は、芸能人。お？おー、じゃん。うん。そうなのかも。そうなのかも。うん、この間、うん、そう、実家に帰ったらね、芸能人って書いてあった。ざっくり芸能人、タレントさんとか女優さんとかではなく、芸能人あの地域のテレビとかにね映るの好きなタイプの子供だったからね。あ、そうなんだ。運動会とかでねこう来てくれるのにね積極的に映り込みに行くタイプだったから。そう、私そういうの苦手だったな。本当、あーね、うん、なんかさ幼少期結構私たちさ対照的じゃない？対照的だった。確かにね、前話した時私その、うん、教室で自分で手を挙げて発言することすらちょっとドキドキしちゃう人だったから、じゃあなんでダンスは踊れてたんだろう発表会とかでって思うんだけど、うん、ほんと全くそこは自分の中で別だったみたいで。そうなんだ、うん、なんかその頃からすごい役者の気質があるね。やっぱあったらいいな。うん、すげえ。じゃあ次いきますか。うん、何にしようかな。あ、じゃあ、うん、周りから言われる私ってこんな人。ほう、元気。元気だね。元気って分かる。オープニングから分かるよ。元気だよね、うん、元気って言われる。あと最近は、うん、あのヒップリの現場で、うん、ゆうきさんに、うん、あ、河野ちゃんはアホでいいねって褒め言葉ですからね。そう、超褒め言葉で、うん、そうそうそう、うん、結構あの演じてるね、日向と似てるっていう意味でそういう褒め言葉をもらえるの、うん、嬉しい。この間もさ、あのツイッター見ててさ、4話お当番会4話をなんか3話を見てくださいってつぶやいてるごめんなさいっていう。いやでもあれごめんなさいって言ってたけど、うん、うわ、そこも日向だなって思って私的にはもうそこも100点だった。マジで？うん、よかった。これからもつぶえていきたいと思う所存半日向、うん、そうなの。え、ハルスは？え、私はね、真面目ポンコツ。うわー、私も同じこと思ってた。いや、これあなたの言葉だから。そうだった、私が言い出したんだった。
もうね、初めポンコツって言われた時に、なんでよ。そうだな、しっくりくるな。あ、本当によかった。そう、うん、とっても、ハルスは本当にね、うん、とっても真面目で、めっちゃ一生懸命で、で、こう、すごくしっかりしたね、うん、やっぱお姉さんであり、そして友達であり、うん、先輩でありって感じなんだけど、うん、めっちゃポンコツじゃんって言った時たまにすげえって。本当に、なんなんだろうね。天然なところがね、出るであるよ、たまに。出るであるよ。そんなところがまたいいであるよ。大変なんだよな、日常生活で結構自分にびっくりするから、本当に。そうなの？なんだっけ、なんか、あれ、ハルスだと思うんだけど、なんか、一回みんなでさ、超喋っててさ、うん、だよね、キラキラキラって喋っててさ、うんうん、改札でやった瞬間さ、ポピーンってハルスだけさ、バンってなっちゃってさ、うん、そのなんか、テンパリ用みたいな。なんで？なんで？あ、私だった、ちょっと待ってて、みたいな。わあ、あ、なんでっていうのがまずおかしいんだよね。そうなんだよ。よく考えたらわかるんだけど。あなたの感覚次第なんだか、みたいな。そうだから、みんなで見守りながら。ちょっとそういうところが、はい、あったりとかします。でも好きです。はい、お互いのことを改めて知ったところで、うん、こちらの企画に行ってみましょう。クイズ、もっと知りたい、はるかとひより。フィールはもう分かりましたが、もう一歩踏み込んだ、さすがにそこまでは知らないやというひよりちゃんの、いや、ひよのそして私のクイズに挑戦していきます。はい、白石はるかの理想の睡眠時間は何時間でしょうとかね、そういうちょっとコアなクイズに挑戦しながら、お互いのことをもっともっと知っていきたいと思います。はい、じゃあね、最初はぴよちゃんの問題から勝ってんだ。うん、じゃあ河野ひよりに関する問題です。うん、初めての習い事は何でしょう。習い事、なんだろうな。多分ね、私たち二人ともね、習い事結構してきたかと思うんですが、ね、いや、なんだろうな、何でしょう。でも運動神経も良さそうでしたし、でもジム綺麗だし、嬉しい、歌も上手いし、なんだろうな。じゃあみんなが通ってくる道。お、わかりました。はい、それでは答えをどうぞ。ピアノ。ピンポンピンポン、やったやった。そう、正解はピアノでした。ねえ、当たった。そう、でもね、猫踏んじゃったとか弾けないんだ。うん、なぜなら、うん、お兄ちゃんが いてだね、私には、うん、で、お兄ちゃんがやっぱこう、すべての習い事大体お兄ちゃんから先にやってたんだけど、うん、こうお兄ちゃんについてきたいっつって、じゃあひよちゃんもピアノやるっつってこう入れてもらったんだけど、うん、私はピアノよりもピアノ教室にあったプラレールの方が楽しくて、あらららら、ずっとプラレールで遊んでたらやめよっかってなっちゃった。塾に行ってずっとおやつ食べてるタイプの人だ。2週間ぐらいしか帰ってなかったんだけど、私人生初めての習い事でした。短っ。何も弾けねえ。うわぁ。私はね、ちなみに一番最初の習い事は、何？ダンスでした。うわぁ！最初、何ダンス？ヒップホップ。最初から、ヒップホップ。結構、ノリノリの。うん。すごー。なんか、ちっちゃい時ね、うん、めちゃめちゃムチムチしてたのね。うんうんうん、で、お母さんが、どうしよう、この子をこれ以上太らせてはならないって。そういう理由だった。体を動かしなさいってこと。で、さらに、うん、まあ、お母さんがもともとミュージカルとかダンスが好きだったから、うんうんうん、子供にやらせたいっていう思いもあって、はるかダンスやってみるって言われて、行ったら、すごいハマり出しちゃって、どんどんの自分でいろんなジャンルやりたいって言い始めて、うんうんうん、島にはムキムキになったっていう。ムキムキから、ムキムキに。そういうことでございます。ね、はい、じゃあ続いて、うん、白石はるかに関する問題です。はい。ダメだと分かっているのに、してしまうことは何でしょう。私、ハルスがあんまり誘惑に負けるイメージがないから。ほんと？そう。そんなストイックに見える。打ち勝てちゃうイメージあるから。難しいな。ダメだと分かってるのにしてしまうこと、うん、ダメだと分かってるのに、ダメだと分かっているのにしてしまうこと、うん、すぐ何回もよね。分かった。何？あ、じゃあいいですか、うん、答えをどうぞ。スキップ。違います。待って、なんでスキップだと思ったか、まず聞かせて。まずハルスがよくダメだと、うん、
なんかこう私に言ってくることは何だろうって思ったら、うん、人の多いところとかで走り回ったりとか、スキップしてるときに危ないからやめなって言ってくるから、やっぱこう私にダメって言ってることをちょっと実はハルスもやりたかったのかなと思いました。そういうことか。はい。私、その話聞いててちょっとお母さんかなって思っちゃった。そっか、確かに言ってるわ。嬉しい。答えは、答えは、うん、同じ色のリップを買うです。あー。私のポーチの中からさ、すんごい量のリップが出てきたの見たことない？うん、超見たことある。でさ、それの半分以上が同じような色でしょ？実は思ってた。いや、あれね、自分で買うときに気づいてんだよ、ちゃんと。あ、そうなの？あ、あれと似てるな。いや、でも、微妙に、やっぱ、唇に乗せたときの発色が違うからとか、ラメとかツヤ感が違うからみたいな理由を、自分で言い訳を作って、買っちゃうんですよ。でもね、ハルスト会うときね、いつもちょっとだけメイク違ってたりするから、すごいオシャレっていつも思うの。ありがとう。そうなのよ。くそー。ちょっと次こそは。はい。次、じゃあ、うん、次は、河野日和に関する質問です。はい。今思えば、あれが中二病かと思う過去の行動は何でしょう？あれが中二病？え、難しいな。いや、なんか今までいろんな話を聞いてるところによると、間違いなくピオは、学生時代中二病だったっていうのは分かってるんだけど。そうね。何がと言われると、特徴的、あー。じゃあ答えをどうぞ。ノートに、うん、異世界の妄想を書いている。あーくーくー残念。書いていたし書いていたよね、うん、確かに。そう、それも中二病だったわ。それも中二病だったんだけど、ちょっと想定してた答えと違った。でも、もう正解。正解、もう正解、そこも正解。9割9分正解。そっかそっか、でも正解として用意してた答えは、うん、正解して、正解だと用意していた答えは、うん、学校の机に、へ、うん、って。学校の机に、うん、こう、いろんな歌の歌詞とか、あとはこう、うん、自分の好きなものとか、うん、こう、机に落書きをしていた。ダメです。机に落書きしたらダメです。なんかこうさ、移動教室ってか何、その、いろんなクラスがさ、ごちゃ混ぜになる授業とかあるじゃん。あるね。そう、そこでなんか、この机を使ってる人、面白いって。あったあったしたくて、うん、だから、机に謎々書いたりとかね。メッセージ性を残していくんだね。書いたりとか、あとこうちょっと世界への問いかけとか、世界への問いかけ残したりして、こうちょっとミステリアスな人間みたいなのをこう机の上で演じていたんだけど、うん、多分ね、あれ中二病だったなーって思ったよ。良い子の皆さんは真似しないでください、うん、絶対にやらない方がいい。あれさ、中二病だったことなんてある？中二病だったこと、ポージングがちょっと中二病っぽいって言われることはよくある。なんか動きが結構ね、あるタイプの人間だから、うん、なんかつどつど、そのポーズは中二病っぽい、ね、そうだね、こうしがち、こうしがちっていうのはラジオではちょっと伝わらないんですけれども、眉間にこう人差し指を当てて悩むポーズ、ね、うん、そう、悩むポーズをしてしまいますね。確かに中二病です。はいはい。じゃあもう一問。はい、白石はるかに関する問題です。はい。幼少期に怖かったものは何でしょう？へぇー！春巣はさ、うん、お化け怖くないんだもんね。そうよ。私たちずっと怖い話してるから。うん、なんだろう、幼少期に怖かったもの。いや、春巣は何を怖がっているんだろう。お母さんでもないだろうし。お母さんは優しいよ。そうだよね。わかった！な！じゃあ答えをどうぞ！明日！どんなロマンチックな幼少期。すごくね。私は明日が怖い。うん。ブブーン。いやいやいや、そんなやついるか。違ったか。幼少期にそれをなんか言ってたら、うん、私、もう、急いでその子を文学の方面に向かわせる。伸ばす方向で。そうそうそう。答えは？答えは、うん、排水口。なんかすごいさ、どうだろう、なんかこう私たち知った上で聞いてくれてる人からしたらさ、うん、らしいなって答えなのかな。らしいなって思った。うん、らしいなって思った。ね、ちなみに理由はなんで？なんか自分が吸い込まれるかも。ハルスっぺー。
い。ぽいぽいよ。いや、なんかさ、うん、排水口っていうのかわかんないけど、うん、プールの、うん、なんか、中にある、うんうんうん、こう、ちょっと網網になってる部分とか、あれの近くに行ったら、自分が吸い込まれるかもしれないからっていうので、その、離れて離れて流れるプールを楽しんでた。絶対吸い込まれないじゃん。あんな、結構あんなちっちゃいし。そうなの、だけど怖かったんだ。なるほどね。ということで、これにて終了でございまーす。いやー、でもどうだった？本当に、こう、なんだろう。幼少期の話とかって、うん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 、今までも結構してきた気がするけど。そうだね。改めて。うん。うん、私ハルスのことがさ、お母さんも含めて好きなんだけどさ。うちのママね。そう。あ、ママがね、手作りのね、ポーチをくれたもん。あ、そうそうそう。そうピヨヨに、うちの子といつも仲良くしてくれてありがとうって言って。あんだポーチをね、ピヨヨにプレゼントしたんだ。めっちゃ嬉しかった。そう、そう。だからちょっと今後もね、ちょっとハルスのことをもっと広い視野で知っていけるように。はい。私もね、ピヨヨのこともっともっと知っていきたいと思うので、この番組でね、もっと広げていきたいと思います。以上、クイズもっと知りたいハルカとヒヨリでした。よりのふたらじ。ここからは私たち二人に届いたメッセージを紹介していきます。はい。なんと、うん、1回目の放送にもかかわらず、うん、めっちゃいっぱい送ってもらったの。嬉しい。ありがとうございます。だからその中からご紹介していきたいと思います。はい、ラジオネームヤマンテさんからいただきました。ありがとうございます。ます白石さん、河野さん、こんばんはです。こんばんはです。二人のラジオが始まるということで、ざっとお二人それぞれのツイッターを拝見させていただきました。ありがとう。白石さんは文末によく絵文字を置いている印象で、うん、特に顔の絵文字と星がキラキラしてる絵文字を連続で使うことが多い気がします。そうだね。河野さんはこれでもかってくらいに文末にびっくりマークを盛り込んでいて、勢いがすごいなーという印象を受けました。うんうん、お二人自身としては、ツイッターなどの文章を書くときに心がけていることやこだわっていることってありますか？だって、いやでも本当に山手さんのおっしゃる通りで、うん、まあ、なんか文末にさ顔もその気持ちに合わせた顔文字とか、うん、その作品に合わせたこう、うん、顔文字とか入れると、うん、なんか伝わりやすいかなと思って。確かに私それこそ言葉を、うん、あ気持ちを言葉にするのがとても苦手で、うん、なんか動きとか表情とかで、なんか読み取ってもらうこととかも多々あったりするから、その部分とかを顔文字に助けてもらってるっていうか。そうなの。結構さ、普段さ、LINE でやり取りしたりするのもさ、うん、絵文字いっぱいつけてくれるじゃん、あれさ。そうさ、そう。昨日もさ、なんか明日よろしくねって言ったら、うん、明日よろしく目がギュッてして、ニコッてして、キラキラみたいな。ああ、嬉しいと思って。伝わる？でも私の気持ち、伝わってるってことだよね、うん、めっちゃ伝わってる。伝わってくれてるってことは。うん、嬉しい。ハルスは、なんか気持ちを言葉にするの苦手って出たけど、そうでもないよ。本当？うん。私は結構ハルスの言葉好き。うん、なんかなんでそんなさ、会話の流れになったのか全く覚えてないんだけどさ、うん、私とハルスのさ、LINE のさ、アナウンスって部分。アナウンスってわかりますか皆さん、その機能。うんうん、あの、なんか。あの、ずっと上のところに固定で、そうそう、表示させときたい、みたいなやつで、ハルスが私に送ってくれた、100円より価値あるご飯食べようねっていうのがな、え、なんでその会話の流れになったのか全く覚えてないんだけど。なんか、100円返すよみたいな。あ、そうだ感じの話をなんか、してたんだよ。そこからだった気がする。私はそれがすごいね。うわ、なんかわかんないけど、指摘で好きと思って。なんで確かに固定されてるね。そうなの。ああ、なるほど。嬉しいな。響いているなら。え、ビオヨはなんかその、びっくりマークたくさん使ってるけど。びっくりマーク？びっくりマークはね、声量。声量感。まあ確かに声大きいなーって感じすごいする。本当？やったー。なんか全てを叫んでいるよ。かのようなツイートだなって。そうなの。つぶやきっていうか、大声っていうか、そうなの。なんだろう、うん。だから、ここはしっとりと、ちゃんと伝えたいぞっていうのは、丸にするの。だから、本当にありがとうございました。丸。嬉しい！びっくり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 みたいな。なるほどね、伝わるな。そうなの。そっか。
かそっか。伝わってる。それで言うと本当に、毎回、ぴよよのツイートとか見ると、元気だなーって。え、本当に、うん、思うし。私結構文章を書くのが好きでね。うんうん、そう。だからなんかツイッターとかだとさ、割とさ、短い文字数だけどさ、うん、なんかいつかもっといっぱい書くのとかにも挑戦してみたいって思うから。はい。それで言うと私、なんか一つ夢があって。何ですか？ぴよよが書くエッセイを読んでみたい。え？エッセイ？ちょっと気になる。すごい今嬉しみと驚きみがね、うん、混ざり合った。いや本当にぴよよの言葉選び、うん、言葉のセンスがすごいね、いちいちグッとくるの。だからなんか一緒にいてもそれこそ、うん、あなんで同じもの見てるのにこんなにこう違う風に感じてるんだろうとか、うん、違う言葉が出てくるんだろうっていうのを日々思うから、なんかそれを逆にその本だったりとかで読んでみたいなってすごく思う。私も春ずに同じこと思ってたんだけど。私に見えないものをね、いっぱい持ってね、でもね、なんか持ってるのはね、持ってるよって感じじゃなくて、え、なんかこれが普通だと思ってたっていうのがもう全部キラキラして見えるの。何それ。もうだからね、すごい、春ずのことはね、頭の先からね、つま先までね、全部好きなの。だから、春ずの身長分、春ずのこと好き。ありがとう。158センチ。うん、158センチも好き。お前ただデレデレしただけになっちゃった。やべやべ。はい、これでね、え、時間、ごめんなさい、今喋っちゃった。本当にいっぱい送ってくださった皆さんありがとうございます。ありがとうございます。時間もメールいっぱい読みたいと思いますので、はい、あなたからのメッセージお待ちしてます。白石はるかと河野日和のふたらじ、そろそろお別れのお時間となってしまいました。番組では私たち二人へのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはふたらじ @joqr.net、 futaradi でふたらじ @joqr.net です。今日の放送を聞いての感想や質問などをぜひぜひ気軽に送ってください。待ってます。そして番組公式ツイッターには収録時に撮った写真がアップされるのでぜひご覧ください。アカウントは @ふたらじです。フォローお願いします。イエーイ。さて1回目終わりますよ。終わんないで。終わんないで。そう、なんかさ、もうほんとこの番組お二人でやらせてもらえるっていうのが決まった時から、うん、やったね。なんか二人の夢が一つ叶ったねみたいなことを話してて、前々からずっとお二人でラジオだったりとかどこかしらで二人でお話しする機会欲しいねっていうことをねずっと言ってたので。そうなの。でも私はもっとね、ハルスのことをねみんなに知ってほしいしね、私とハルスのねことをね、なんか空気伝われー。そうだね、伝われー、伝われー。ぜひよろしくお願いします。そしてお知らせですね、はい、日曜朝8時30分からヒーリングとプリキュア、はい、こちら2人とも出演しております。いただいております。私は平光ひなたキュアスパークル役で出演しております。はい、私はラテ役で出演しております。ぜひ大人の方もね、ね、はい、楽しんでくださいのでご覧ください。はい、それではまた次回お会いしましょう。お相手は白石はるかと河野日和です。